デンベレヒアウィーゴー出そうなんす。マジね、先日術デンベレから抜け出すでいい機会じゃないですか、ロッキーも来るし。ロッキー右利き左ウィングで、デンベレ左利きの右ウィングで、まあ両利きみたいなもんだけど、右ウィングの方が得意だから、めっちゃ共存できる感じでファティもいて、もチャビはなんかこう、レシピで変えれる感じじゃないから、そう、戦力揃ってるに越したこともないしね。そういうので言っても、そんなになんか入れ替わって OK みたいな風には思わないですけどね。 以前、チャビが久保絶賛してましたが、デンベレの入に久保の可能性はあると思いますかちょっとタイプ違いますけど、久保の場合はね、サイドから1対1で仕掛けられるみたいなのあるからね。ただ、デンベレは両足であのクロス上げられて、トップスピードは全然違うから、なんかマフレツがもっとすごくなった感じが、デンベレで、選手の能力だけの話で言うと。で、久保がもうちょっと洗練されるとベルナードシューーになるみたいな感じなんですよね。 テンベレ遺跡となるとエンバペいない前提でチームを作り直そうとしてまんですよ。僕もそう思いましたね。だから、エンバペいなくなった後の顔をデンベレーにしようとしてるのかなみたいな。やっぱりお文字縛りってありますからね。テンベレーの切り返しの深さとキックフェイントのリアリティすごいですよね。うん。なんかね、このベースのスピードが速すぎるから、それにさ、デンベレーは普通に走ってても、他の人は追いつこうするじゃん。で、デンベレー自体は、スピード自体、元のスピードが速いから、スピード上げたとしても足にボールずっとくっついてるみたいな状態で、で、やっと相手追いついた時、つこうとしてる時にキックフェイント ってなるから、明らかなキックにっとって、なんていうか、明らかなっていうか、こう、本当にキックする時と間合い変わんないっていうのかな。それもリアリティの一つになってるでしょうね。フレスネンターデコめちゃくちゃ押してるらしい、いあの人もロッキーもデコだったのかな。ってなるとデコスーパー有能スポーズクターみたいな。デンベレのね。でもあれって結局さ、あの、僕が見た情報だと、パリに交渉を許可するかどうかで、バルサが交渉を拒否したみたいな。だけど結局、デンベレが出ていきたいんだったら止めれないでしょ デンベレは契約解除要為の5000万円を行使せずに8月1日間1億ユーロの解除金好んでるらしいので代理に入るお金を除いてバルサに待機入るのでベルナードシューバー取れるんだったらありかなと思っちゃう。1億ユーロだとえ半分になるから5000ずつ入るからみたいな。でも1億ユーロで同じようにパリが出すかっていうのもあるし、ベルナードシューバーとデンベレは全然キャラクター違くて、今のチャビのサッカーだと右ウィングはベルナードシューバーよりデンベレの方がいいと思いますよ。あのシティのサッカーだとウイングはボール突破することじゃなくて、ボールをキープして、相手押し込んで、ー デブライネに上げさせるっていうのがタスクだからペロナード・シーバーみたいにちゃんと守備に戻れるビルドアップで相手が人についてきたときに立ち位置を変わりながらも失わないで前につなげるとかそういう訳わ分わかってる選手をウイングに置くみたいなシステムなんですよ。でもバルサの場合はそういう配置的構造ペップみたいに整えられないというかまあ人を。 に居居するサッカーだから、攻撃に関しては。まあ、守備も結構するとこあるんだけど、まあ、パのチーム比べたら整ってる。まあ、端的に言うと、サイドに分かりやすく、相手のサイドバックぶち抜ける人が必要なんで、だからデンベレ渡したくないと思いますね。1億ユーロだと,ーロだと20か25%ぐらい。あ、だからそっちの方がバルサに入る額が大きいんだ。デンベレの件ですが、約金が5000万ユーロに設定されてて、そのうちの半分がデンベレ本人側に。え、マジかすごいな、その契約。確かこの契約7月31日までで、8月の後約金は1億ユーロになる。 え、でも強く出しそうだけどね、全然。その場合って半分はデンベレ入るんだったら、だったら、これって8月以降にした方がいいよね。その辺どうなんだろう。最終的に半出すのはデンベレとか。かまどに関するさんの予測でどこだと思いますかでも日本人欲しいって言ってるからね、ナポリとか、あとソシエタとか、今、あれ、あと噂上がってきたらインテルだけど、インテルはなさそうじゃないえー、だから、デンベレ、だからラフィーニャとかフェラントーレス売ろうとしてるけど、売れないから、じゃあデンベレっていうのもあるのかもね。でも全然、 特にフェラントーレスとデンベレだと、デンベレが真面目にやってる限り、フェラントーレス勝てる部分は少ないからね。今のバルサイでデンベレ放出まずくないですかまずいっすね。デンベレがそのメンタル的にちゃんとアレ維ジしてくれるんだったら、デンベレは、ね、この人のところで、レバンドスキー、テ足アシのその後ぐらいになるのかなと、フレンキー、ペドリー、デンベレって感じかな、ガビ。いや、デンベレ落下地点入るの苦手っすよね。 やっぱ、ああいうね、突破特化型ウィングって落下地点入るの苦手になるんですかね。それできるからそこ頑張らないみたいなね。エンペルとか三マがヘディングの落下地点入るの上手くなくても別に許しますもんね。<laughs> 監督の立場だったら。それまでできたスーパーチンスとかそう。玉根とかエンバペとかそういう感じになりますよね。三マもそういう感じになりますけどね、今後普通にヘディングのゴールとか増えてくるか、ねまあ、なんかもう、昔か言ってるけど、なんかこう忘れられそうだけど、三マは歴史作る選手になると思うんですからね。怪我さえしなかったら。 三笘久保、富康。でかいクラブ行けたら田中王とかもそうだ。皆さん三笘とデンベレなんていっしゃですかね。迷いますね、今だとね。昔だったら絶対で三笘だけどね。僕が監督だったらデンベレサポりそうなんで三笘ですからね。田中はぐらいと見つかんない,い。日本人のその辺のいい選手は全部リストアップはしてると思いますよ。 デンベレはいい子になったの。チ、ね、ャビーのおかげなのか、結婚なのか。でもさ、デンベレってさ、朝まで友達とゲームしてて、朝お腹痛いから今日行くのやめますって、クラブに連絡して、クラブのメディカルが行ったら、毛病だったのバレたみたいなあ、あったじゃないですか。 朝まで友達と家で集まってゲームっていうのが、まず結婚したらなくなるんですよ。で、朝まで友達と集まってゲームしてたのあの日だけじゃないでしょ、絶対。初めてそれやってお腹痛くなっちゃいましたっていう日じゃないからさ。ってなると、今までそういうふうに舐めた感じでプロやってて、それでもバルサまで行けちゃって、なんなら活躍ちょっとできてた選手だから、それが結婚してさ、ちゃんと夜寝るようになったら、それは活躍するなってあるよね。<laughs> <laughs> チャビ別にすごくないみたいな言い方になっちゃったけど。で、僕基本的には選手の根が悪い場合監督が変えられるとは思ってなくて、根が悪いって言うとあれだけど、やっぱジメオネがジョアン・フェリックス変えらんないのが全てだと思うんですよね。ジョアン・フェリックスあんな感じで別にさ、かっこいいし上手いけど、そんなチームをさ、勝たせるような活躍はしてないじゃん。なのに CL 圏のクラブに絶対行きたいみたいなとか、なんかちょいちょいわがまま出るじゃん。あれが全部だと思うんだよね。 ジョンフェリックスも別に戦わないわけではないんですよね。デンベレみたいにもうなんかもう、あの、露骨に守備しなかったりとか、ふわふわしてたり、よく怪我で休むとかじゃなくて、ジョンフェリックスの場合ずっと不満げっていうか、<laughs> なんかあの、自分がまず中心にいて目立つのが一個みたいなで。一応言われてるから守備はするけどみたいな、なんかね、メンタルがイケイケサッカー部のなんか、ヤンキーと仲良くてクラスのマドンナと付き合ってる悪いサッカー部が一番上手くなったパターンがジョンフェリックスかな。 エンベで普通に寝てなくて走れなかったです。い、それ全然あると思うね。本当にあると思う。 そう、デンベレね、思想的な癖確かなさそうだよね。ポワポワしてるだけな感じするよね。ポワポワしてて、子供の頃のノリのまんまいたら問題発言になってたみたいな。もしくは、フットボールマネージャーでは裏パラメーターというのがあって、その中の数値で、希少という数字があり、希少の数値が高い選手は給料を上げてくれとか、もっと試合出してくれとか言ってくれ。あ、そうなんだ。それが裏になってるのが面白いですね。フットボールマネージャーでは不満たまると、他の選手に不満漏らしたりメディアに不満公言したりすることあります。誰なのかな、デンベレ。自分がそこの裏パラ高えなって思ったんだろうね。 結構自分加入させるってありそうじゃん。俺が俺に不満言ってくるみたいな。<laughs> 俺が俺の言うことを聞かない <laughs> この選手ちょっと使いにくいな。俺が変わった方が早いかそしたら現実の俺が変わったらフットボールマネージャー界の俺変わるもんな。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。よ <laughs> うぞフトボールでした。バイバイ。